僕たちが春夏秋冬です。春夏秋冬、春担当拓也です。夏担当のマスです。秋圭吾です。冬担当正直です。おい、やっぱ今ね、3密を避けないといけないですから ねあのもう、はい、おかしいだろうが。ちょっと違うところでちょっと今密じゃねえかこれ、はい、ちょっとあの正直に関してちょっと今顔半分ぐらいしか出てないですからね。頭が切れてますから、下がって早くしてよ。はい、ちょっとね、今日はこんな感じでやってますけども、はい、今日はね、うん、皆様に重大発表があります、うん、はいはい、なんとセカンドシングルリリース決定しました。詳しくじゃあちょっと詳細をよろしくお願いします、はい、夏の季節ですね、私の季節ですけれども、はい、タイトルは1ページ目のラブ、はい、もう一回言っていい、もう一回言っていい、ちゃんと言いたい、ちゃんと言って、うん、夏担当なんでしっかり言いたい、しっかり言って、うん、タイトルは1ページ目のラブストーリー夏恋、はい、イエーイ。どうですか、後ろ盛り上がってますか。後ろだって2階席盛り上がってます？どこ？ちょっと盛り上がってないですけどね、熱量が。もうね、あのね、はい、もう一回こう何恋をしたいくなるようなね。うん。ああ、素敵な爽やかな。はい。爽やかな曲になって。ちょっと今喋ってるから。ごめんなさい、ちょっと静かにしてから、ね。今こっち仕事してるから。だって上がるじゃん。はい。そうなんですよ。7月あ、向こうに言った方がいいですね。よし、じゃあですね、あの発売日をちょっとあの後ろの2人にねちょっと言っていただきたいなと思うんですけど、現場の圭吾庄司、発売日よろしくお願いします。発売日よ何の夏のシングルの、ほとんど俺聞こえてないからそうなんです。7月15日おニューリリースよろしく、よろしくお願いします。皆さん来ました、7月の15日、春夏秋冬セカンドシングルがリリース決定しました。なのでね、ぜひ、皆さんこれからも、うん、ね、これからどんな曲ですか、ちなみに。言ったよね。俺言ったよ。言ったよ。はい。ケイコさん、どんな曲ですか？いい曲だよ。早く出せということで、早く出ないから。はい。これからいろんな詳細が、はい。ね。いろいろアップされていきますので、ぜひねそちらの方チェックしてほしいなと思います。はい、お願いします。ではそろそろ終わりにしたいなと思うんですけど、はい、この辺で後ろ大丈夫でしょうか。いいよ早く終わりにしろということで、はい、正直ちょっと顔が死んでますけど大丈夫でしょうか。顔が死んでますけどって、顔死んでるよそれ、ダメだろちょっと今仕事してるから、ごめんなさい、静かにしてもらっていいですか。負けということなのでね、はい、これからも春夏秋冬頑張っていきますので、うん、ぜひね、皆さんで力を合わせてこれからもね、ずっと一緒にいけたらなと思っております、うん、ではこの辺で締めたいと思います、はい、いきます。以上春夏秋冬でした。ありがとうございました。熱い長いよああ。